よし、では前回クリアしましたので、このサンクスを2015もね、はっきりと鮮明に映し出されています。まあ、回想完了ということでしょうか。まあ、ぼやけていた記憶がね鮮明になったと。で今度は2016やっていきましょう。この作品ってやったことないよね。ないんで、あ、でもしかしたら2017にまとまってたのかな。うん、このステージは見たことありますもんね。あ、まあ、見たことあるっていうかやりましたから。あ、そうだったっけな。ということでやっていきましょうか。あ、そうだ、ここね、あの言ってましたね、このアンダーテールの BGM。 あれ、ん、これはあ、そうか、上押して散らせて次のマップって感じか。で触れたらこれセーブできてるよね。あ、そうね、よしよし、進めてこうかね。また素晴らしい警告ですね。まあ、これはこれでまた回想できる。でも BGM がねアンダーテールと分かっていると何かまた違う情景が浮かんできてしまいますけども、さてサクサク進めていきましょうか。結構長い作品でしたからね。でまたショートカットできるところはショートカットしていきたいところですが、ここはいけないか。やっぱこっちか。順路で行かないといけないって感じかな。うん、ここちょっとまたジャンプをふわっとさせないと。おお、こういうジャンプでないといけないっていうのがまた難しいところ。上からか、下行けないですもんね。ここちょっと降りちゃったよ。そいそいと上からつる、うん、ワンジャン越えか。ワンジャン越えの、うわ怖っ、うわすんごい怖いな今の。ワンジャンでいけるよねこれ。よし、ちょっと難易度が上がりましたね。だんだんと階段式に難易度が上がっていくスタイル。さて散っていくアニメーション素敵だね。まあ、ちょっと散るとなるとね、まあ、意味合いいろいろ変わってくるかもしれませんけども、まあ、昔の記憶をこうだんだんと洗い流していくっていうような感じなんでしょうか。ポジティブに捉えれば。あれ、これって、あ、そうか、一回、ああ、ぐわっと回っていかないといけないんだね。ぐわっと回っていかないといけないですよね。あ、そうだよね、ワンジャンプできないもんね。これも結構ボリュームがあった作品ですね。とすると、あれ、あ、針あんのか。完全には針と、針じゃないわ、背景と同化していて見えなかったぜ。なんか小針でもあんのかと思っちゃった。そいそいと、よいしょ。うん、気軽、あ、気軽じゃないわ、身軽に行きましょう。うわー、また落下が多いね。危ねえな、もう。さて花を散らせて、これなんだろうね、バラかね、何の花かわかりませんが行きましょう。うん、結構もったいぶるね。さてセーブ。ここもショートカットはできないか。あ、でも一つセーブありますね、上に。ちょっと見落としがちだけ、うわー、難易度がちょっと高めの感じかな。そい、あぶね、今スレスレでしたね。なんか一マスやったような気がする。うん、ここはちょっとでも結構ランしてからの一マスですから、なかなか繰り返すのは大変だなみたいなことを言ってたような気がするぞ。ここにセーブが、あ、セーブじゃないか。間違えた、ゴールでしたね。はい、ということでセーブはやはり一つと。でタッチセーブして、なんとかショートカットはできないかなとは思うけども、ここもできないね。であれば、サクサク進めていきましょうか。そいで、ぐわっと回ってこっち。うわー、あ、なんか前回も挑戦してたよね、なんかああいう難しいところ。成功したかどうかまでは覚えてませんけども、多分成功はしなかったでしょうね。はい、年末系ですからあまり粘ってはないとは思うけども。ここは、ああ、でこれあのアンダーテールでいうところのあれですよね、あの気持ちよい、あの天気だねみたいな、あのキャッチボール日和だねみたいなところですよね。よし、あまり言うとネタバレになっちゃいますけども。まあ、それすらもネタバレか。まあ、些細なことでもね、ネタバレはネタバレでしょうけども、ちょっと話してしまいましたけども、ここもよ、よし、タンタン、うーん、タンタン、よしよし、来た来た来た。さてそうすると2016と2017はじゃ経験済みってことかな。そういうことでしょうね。よいしょ、ジャンプ、タンタン、ここも、うわー、なかなか。まあ、サマーさんのね配置は、あのリョウタさんもおっしゃってましたけども、独特で面白いですね。あ、こうやって、ま、あ、こういう順路で行かないといけないんだとかね、結構考えられてて面白いです。私も個人的に好きですね。さて次のマップは結構サクサク来れてますね。
さてお次は、よいしょ、あーそこも通りたいけどもやめよう。サクサク行きましょう。でこっち来て、ああ、まあ、ショートカットできるね。でこれ、この先にボスいたっけな。2018のねステージを攻略してる時も話していたと思いますけども、サンクス4シリーズは確かボスはいなかったと思うんだよね。まあその辺も明らかになってくるとは思いますけども、またやっていけば思い出すという感じもあると思いますけども、よいしょ、嘘、なんでネズミを失敗する。そいっと、よっ、ここ頭ぶつけるのは結構あるのよ、そこが難しい。そしてこの2017、まあ、2016もそうですけども長かったなという印象があるのは、まあ、もしかしたらねああいう難しい配置でショートカットを試していたからじゃないかなと思うんだよね。あ、これまた難しいやつじゃない、違う、ほっ、あっぶね、いけた、今いけると思わなかった。さいーと、でぐわっと、うわお、あ待って嘘でしょ、そこでミスる、ここが結構くっついて、よしこれはいける、オーケーオーケー、そういうことよ。なんでミスったのそこ、いけるでしょ、新年ほい、でゴールと、そうね、やっぱり難しい配置挑戦していたから長く感じたのかもしれない、そう信じたいと思って、まあ、とは言ってもそこそこのボリュームあると思いますので、まあ、一つのね、サンクスシリーズを改装したら、一動画って感じにしていきたいと思います。多分リョータさんもそういう感じできっと、や、あ、嘘、やられてるとは思うんですけどもね、やってこうかね、よいしょ、ここねところどころ針と同化してる、まあ、ここは同化してませんけどもあるから、そういうところもね注意していきましょう。さて、あ、なんか記憶あるな、ここ、そい、危ない、そ、危ね、怖い、ああいうところね頭ぶ早めにぶつけちゃうと、デスっちゃうから注意よ。おお、2016、あれ前回2016、前回っていうかこのサンクス2017でこう2017でやった時は2016ってなってたっけ、なんかハテナとかなってなかった、びっくりマークハテナとかになってたような気がするけどもね、確かなってたと思うんだよね。で、なんだろうって言ってたような記憶がある。とすると、まあ、この作品の伏線だったのかな。今回はちゃんと2016って書いてありますもんね。よっ、危ねえな、もう。よいしょ。あ、そして2015と同じところに、ワープがあると。次のステージへの入り口があるというね。おお、超えたかな、これ。ボスいんのかな。いや、いないよね。なんか、汽車みたいなところ行って、画面が変わったと思うんだよね。おお、来たぜ、ゲット、2016も改装完了と。このね街で流れる BGM もまたすごい素敵なのよ、心に染み込んでくるのよ。ということで、この辺もの家も、全ての改装が完了すると入れるようになるんでしょうかね、まあ、その辺も楽しみにしていきましょうか。では、次回は2017ね改装していきましょう。